今のなんだろう。さあ、待ちして。追いかけてみようぜ。怪我しないよう気ぃつけろよ。発射準備。ありがとうね。まだ海には見えない。また来たぞ。まだやんのか。平気、任せて。気ぃつけろ。ありがとう。優しいお嬢さんたち、それに可愛いおもちちゃんも。お礼はバーニスに言ってあげて。でも本当に大丈夫か？いいお年なんだし、エーテリアスに絡まれるのはきつそうだぜ。大丈夫だよ、パイパー。このおばあちゃんすっごく格尺としてるよ。むしろ君よりずっと元気そう。嬉しいことを言ってくれるね。もっと言っておくれ。私が90歳になった時も
おばあちゃんみたいに元気でいられるといいな。あたしゃまだ90歳じゃないよ。バーニス、それがお嬢さんの名前だね。おかげさまで助かったよ。何かお礼を。そうだ、感謝のお手紙を書こうかね。お勤め先はどこなんだい？こっちとら郊外の走り屋だぜ。いいことしたお礼に感謝状なんて、そんなのロックじゃないって。そうなのかい？ならお金の方がいいのかね。お金ならたくさんあるけど、そんなものじゃ私の感謝の気持ちは表しきれないね。結論を急ぎなさんなってね、バーニス。おい、あんたからもなんか言ってくれ。うん、お金なんて全然いらないから。おばあちゃんを助けた時はお礼のことなんて考えてなかったし、これからも健康に気をつけて90歳までは元気でいてね。90を超えても元気でいたいけれどね。でもあんたは本当にいいお嬢さんだ。せめてこれをあんたにあげるよ。幸運をもたらす素晴らしいもんだからね。これって宝くじ？以前宝くじ売り場を通りかかった時にたまたま買ったんだ。番号は親切な店員さんが選んでくれたんだよ。買った時、手のひらが熱くなるのを感じて、とてもいい感じがしたんだ。長く生きてたら、あれがただの熱なんかじゃないってわかるのさ。あれはきっと幸せの前触れに違いないよ。この1枚で少なくとも200万は当たるんじゃないかね。わあ、200万！2サイズのプールを貸し切って、ニトロフューエルでいっぱいにして、それでパイパーに泳ぎ方を教えてもらえるね。私も泳げないんだけど、さてはもう舞い上がってんな。プロ騎士、きっと今同じこと考えてるだろう。宝くじが原因でバーニスのテンションが上がってしまっていることかい？その通り。何事も楽に構えてるのがバーニスの可愛いとこなんだぜ。私、あいつのそういうとこ大好きだからさ。がっかりしてるのは見たくないんだ。現実ってのは嫌なもんだろ。いっつも人をその気にさせてからがっかりさせるんだ。めんどいけど、現実の厳しさってやつを教えてあげないとな。あ、おかえり。ね、私が今何考えてたか当ててみて。3、2、1、正解は250万の大金をどうやって山分けするかでした。10分離れてただけなのに、なんで50万も増えてるんでい。はぁ、あ、私の株もそうだったらいいのにな。あんまりハッピーじゃなさそうだね、パイパー。いつも他のトラックドライバーさんたちと宝くじのことで盛り上がってるじゃん。私たちが好きなのは宝くじで当たる賞金であって、この小さな紙っぺらに金を払うことそのものじゃないんだぜ。いいか、バーニス。宝くじを買うってのは科学でもありロマンでもある。でも結局のとこ、その内訳は 95% の科学と 5% の社会の闇なんだぜ。わか全然わかんない。だよな、闇深すぎて私も詳しく説明できないけど、適当に買った1枚、それも店員が選んだ番号が一等賞なんてありえないんだぜ。コッパみたいな賞ならまだしもな。まだ抽選も始まってないんだよ。
ありえないって言うにはまだ早すぎるんじゃない？相手のマッチポイントだけどまだ負けてないなんてのはスポーツ漫画の中だけだって。スーパーミラクルで逆転勝ちなんて現実にはない。博打打ちの間じゃ常識だぜ。ちょっとその宝くじ見せて。期限はまだ切れてないみたいだ。抽選は今夜のはずだぜ。テレビでやるんだよね。なら、ちゃんとライブで見ないとだね。プロ棋士、ちょっと相談なんだけど、この宝くじ、まあ当たらないと思うんだ。バーニスを一人でがっかりさせたくないだろう。だからさ、バーニス、六分街のビデオ屋に行って、一緒に抽選番組を見ようぜ。私たちもそばにいるからさ。本当に当たってしまったのか。しかも300万の特等。300万デニーだって。おお、すっごくいい数字。だって私たち3人で分けたらちょうど1人100万だもんね。待ちなよバーニス、賞金を山分けって。あれ本気で言ってたのか。うん、だってあのおばあちゃんは私たち3人に感謝してたでしょ。だったら賞金は3人で分けるべきだよ。バーニス、あ、どうしたの。いや、なんでもない。バーニスは本当にいい子だな。バーニス、ありがとう。正直に言うと、この臨時収入は本当に助かるよ。お、なんだか急に褒められてるよ。別に誰でもこうすると思うんだけどな。もしこの宝くじをもらったのが2人のどっちかでも同じことしたでしょ。
いや、どうかな。プロキシはともかく、私の心はもうトラックのマフラーみたいに汚れちゃってるし、バーニスの心は今でもヘッドライトみたいに輝いてるんだな。トラックで一番セクシーなとこはヘッドライトじゃなくてエンジンだもん。いつになったら私の心はエンジンみたいにゴーゴーうなってくれるのかな。若さが眩しい。まあそんなことはともかく、さっきの番組によると賞金の支払いはもうしばらく後みたいだぜ。じゃあ私とパイパーは帰ろっか。プロキシちゃん、今日は招待してくれてありがとね。賞金を受け取る日にまた連絡するよ。安心して、大事な宝くじなんだから肌身離さず身につけて絶対なくさないから。あ、演技でもないこと言ってくれるなよ。念のためこいつは私が預かるか。Yeah!
い、見た顔もいるしな。ドイツも郊外で必死に生きてる青森のやつらだし。だが本当の男、あの宝くじがいるのは元妻に養育費を払うためだけじゃ。すごい、子供の養育費すら人の宝くじ頼みなのに、まだ自分たちの縄張りなんて気にしてるんだ。お父さんは本物のヒーローだね。お子さんも誇りに思ってくれるよ。うん、バーニスに悪気はないんだぜ。この子いつ娘にとっていい父親じゃないのを理解している。俺は命をかけてこの島を守る。私よりもガソリンに狂ってる人がいるの。お願い紹介して。あいつが言ってるのは多分あんたのことだぜ。え、私？私はそんなことしないよ。郊外の土地なんて誰から買えるかも知らないし、賞金だって300万ポッチなんだから、僕なんてとても。300万ポッチ、300万もありゃあの女に。兄貴、養育費の話は置いといて、さっきのは上手。でもそう言われたら、真っ赤に燃えてる郊外でかっこいいかも。どうどう、バーニス、やっと誤解が解けそうなんだぜ。みんな腹を空かせてるってのに無駄しとったみたいだぞ。大丈夫っすよ兄貴、金が奪えなかったからなんだって言うんすか。おいおい、絡まれたのはこっちだぜ。なんでそっちが腹くくって私たちが悪者みたいになってんだ。バーニス、なんか言ってやって。よし、決めた。一応聞くけど、何を？もちろん、セルフサービスのおつまみを出すんだよ。ニトロフューヘルだけじゃ心臓が持たないもんね。第1回バーニス杯7日間ぶっ通し飲み放題祭りは盛り上がるよ。おっと、アクセル全開だな。第1回、なんだって？第1回バーニス杯7日間ぶっ通し飲み放題祭り。何それ？あれ、まだ言ってなかったっけ？なかったね。でも大丈夫、今聞いても同じだから。私の分の賞金でいろんなフレーバーの高級ニトロフューエルを買って、郊外のみんなと7日間ぶっ通しで飲み明かすの。どう？それは本当大丈夫っす兄貴。そうそう、君も前の奥さんと娘さんを連れてきなよ。娘さんはいくつ？昨日が4歳の誕生日だったんだ。なら、その子のために第20回バーニス杯のチケットをリザーブしとくね。俺は一体なんてこと。腹が減ってなけりゃ力い、いいね、私めっちゃ胴上げされたいよ。次会ったら必ず胴上げしてね、約束。ああ、必ずするとも。
それじゃ俺たちは先に失礼する。またね。最寄りの出口はあっちにあるって黒騎士が言ってたよ。パイパー聞いた？私を胴上げしてくれるって。やっぱりみんないい人だね。ちょっとなんて言えばいいかわかんないぜ。プロバーニス、君は本当に自分の賞金100万を全てニトロフューエルパーティーに費やすつもりかい？もちろん100万ビニーをもらう前からずっとやってみたいって思ってたんだ。みんながきっとハッピーになると思って。あ、もしかして君たちもやりたかった？ニトロフューエルパーティーは開いてもいいけど、バーニスハイってとこだけいい感じに変えてほしいかな。心配するなって誰も考えてないから、あんたの突拍子もなさと比べたら私とプロ騎士は超のつく普通だぜ。こっちはやりたいことも金が必要なこともたくさんあるんだって。私たちの金はまず自分の暮らしをマシにするのに使わないと。黒騎士もそうだろう。プロ騎士、調子はどう？いろいろなことがあったんだけれど、聞かないでくれると嬉しい。二人とも何があったの？ハエ取り紙にひっついたネズミみたいな雰囲気だよ。100万の賞金を持って帰った時のあの笑顔は？時に大人の笑顔は金と一緒に消えちまうこともあるんで。消えたって、もう使っちゃったってこと？税金払っても結構残るよね。最近、アイアンタスクを改造してたのは知ってるけど、ギニーで動くようにしちゃったとか？にゃ。けど大体合ってるか。
ずーっとアイアンタスクの性能を上げてやりたかったんだ。懐もあったかくなったし、すぐ市場で最高の部品を探し始めたんだけど、その時トラック用のエンジンでいいのがあるって声かけてきたやつがいてさ、まあ出どころはかなりいわくつきな感じだったけど、見せてもらったらこれがえらくべっぴんさんでさ、もう一目惚れだったからいいねで買っちまったんだぜ。あれをアイアンタスクに積んだ後の市場にはバーニスもいただろ。覚えてるよ、あの時のアイアンタスク、バイクに負けないくらい速かったよね。3キロ走ったらガス欠になっちゃったのは惜しかったけど、そうじゃなかったら一日中走ってたかったな。そこがな、燃焼効率を犠牲にパワーを出すエンジンだったから、車体と貨物の重さも相まって一番いい燃料を満タンにしてもたったの3キロしか走れないんだ。今アイアンタスクが使ってる燃料は確かにそんな感じだね。3キロか、いっそシャトルバスにジョブチェンジさせちゃう。提案でいい、元のエンジンに戻してやるってのも考えたんだけど、いっぺんハンドル握ってあのかっ飛ぶアイアンタスクを感じちゃったらもう戻れないって。だから市場で燃費を上げる部品を買い漁ったり、1時間1万ディニーも取る専門家に相談して自分なりに改造したりとかいろいろやったけどさ、まあ要するに金を全部使い果たしてもほとんど効果はなかったんだな。まるで不治の病にかかった奥さんを諦めないけなげな旦那さんみたい。感動的なストーリーだね。私の奥さんじゃなくて、私の車は不治の病なんかじゃないぜ。パイパー、君も本当に苦労したよな。ここに来るまでは自分が一番同情されるべき立場だと思っていたよ。え、プロ騎士も？確かに新エリートの税金って郊外と比べたら何倍も高いけどさ、あの小さな車なら改造にかかる費用もたかが知れてるだろう？車の改造はしなかったけれど、それでもお金は残らなくてね。税金は馬鹿げた額だし、未払いの電気代だってあった。その上友達が投資のためにお金を借りに来て。私たちみたいなのが一番に避けなきゃいけないのが投資だぜ。ましてや友達に貸すだなんて。でもまあ、いい方に考えれば賞金は消えたわけじゃなくて債権に変わっただけだろ。バーニスみたいに希望を捨てず楽に構えてればいつか帰ってくるかもしれないぜ。また褒められちゃった、サンキュー。そうじゃなくて、いやまあ褒めちゃいるか。今のところ一番いい賞金の使い方をしたのはあんただろうしね。あの金で暮らしを変えるって意気込んでたけど、それが楽しかった時間は一瞬で終わって副作用みたいに苦労が増えてくんだよな。プロ騎士は投資のリターンで昼も夜もハラハラして、私は私でアイアンタスクの燃費に頭を抱えてる。はぁ、どうしてこんなことに。
バーニス、あんたはあの金を使うとき、一体どんなことを考えてたんだ？何を考えてたって、特に何も。というかみんな、普段生きててどうしたら変えたいって思うことが見つかるの？やっぱり頭がいいとそういうのも見えてくるのかな。私は今の暮らしですっごくハッピーだよ。欲しいものは全部持ってるもん。燃料にニトロフューエル、それにこの世で最高の友達も。もちろん新しいこともウェルカムだよ。例えばプロキシちゃん、君と友達になれたのはすっごくハッピー。でも君が友達になりたいって思ってくれたのは今の私だよね。だから誰かのために自分を変えるなんてことはしないよ。つまり何が言いたいかっていうと、テンション低いのは分かってるけど、私は二人を引きずってでも依頼をやるよってこと。体を動かせば気分も上がるかもしれないし。分かった、来月の電気代のために頑張るよ。
優しい若者たちと可愛いお餅よ。どうもありがとう。またお餅。ちょい待ち、私だけか。なんかこのおじいさん、お礼に宝くじをくれる気配がするんだけど。まだ取り出してもいないのに、どうしてわかったのかね。当たりか。若者の間で流行っているドッキリか、それとも新エリ。わー、運命って本当に不思議。まずは落ち着こう。私は政府のエージェントじゃないから。隣にいる二人はちょっと保証できないけど。私たち長い付き合いだろう。ちゃんと保証してくれ。わかった。君は初恋の人に似ているから信じよう。さあ若者よ、この宝くじを受け取るがいい。こいつ。ありがとう。これって300万ディニーが当たる奇跡の宝くじだたり。300万程度では奇跡とは言え。すごい。3000万もあったら火山を改装してニトロヒューエルの噴水にできちゃうかな。3000万円。いやいや、3000万どころか1000万でもあればきっとアイアンダスクをどうにかしてやれるぜ。なぜパイパーまで興奮しているんだ。落ち着いてくれ二人とも。でもこの宝くじからは確かに幸運のエネルギーを感じるよ。あったかくてちょっと手にくっつく感じが。それはただのおじいさんの手汗だと思うな。目を覚ましてくれバーニス。うろきし、考えすぎだって。この3000万はきっと日々に疲れた大人の心の傷を全部癒してくれるぜ。車の中だったらクラクションを鳴らしまくってるとこだ。バイパー、目を覚ましてくれ。君がいくら税金を引かれようと、妄想の中の3000万は手に入らない。私ね、ニトロヒューエルで満たされた火山湖の女神になるの。あなたが落としたのはこっちのクラシックブレンドですか、それともあっちのヒューエリストスペシャルですか。アイアンタスク、待ってろよ。私はお前を諦めない。絶対に郊外史上最高のトラックにしてみせるぜ。ほらプロキシちゃん、ぼーっとしてちゃダメ。抽選番組は生で見れなかったけど大丈夫。当選番号は新聞でもわかるからね。私とバーニスは先に新聞を探しに行くけど、奇跡の瞬間は一緒に迎えようぜ。
何かいいニュースはある？確かにいいニュースはあるけれど、悪いニュースもある。個人的には先に悪い方を聞いておくことをお勧めするかな。いや、いいニュースから聞かせてくれ。そろそろ私の人生が上向いてくるって予感があるぜ。私もいいニュースから聞きたいかな。別に今回に限ったことじゃないけど。そうか、わかった。いいニュースはこの宝くじが間違いなく当たっていたことだ。やっぱりか。やっぱりね。二人とも言いたくないけれど、まだ悪いニュースがあるんだ。この宝くじは去年に発行されたものだ。発行元の規定を確認したところ、換金できる猶予はちょうど1年。じゃあ換金の期限はというと、実は1ヶ月前に切れているんだ。つまり3000万ディニーはもう賞金プールに戻ってしまったのさ。残念。つまりこの3000万ディニーはもう私たちと何の関係もないってこと？おお。でもさ、見方を変えてみようよ。前に当たった300万の特等がもしかしたらこの3000万の一部だったのかもって。おお。どう、パイパー？そう考えたら少しはがっかりがマシになるよね。ははそうそう、私ハッピーに笑ってるパイパーが一番大好き。パイパー、大丈夫かい？君の落ち込みたくなる気持ちはよくわかる。無理する必要はないよ。とっくにわかってたはずなのにな。世の中そんなにうまくいかないって。結局わかってる気になってただけなんだな。はあ。ううごめんよ、アイアンタスク。元のエンジンを積み直して今までの私たちに戻ろうぜ。どんな冒険も結局エンディングでは日常に戻ってくんだからさ。よくわかんないけど、一つだけ。エンジンを元に戻すのは絶対ダメだよ。私が徹夜で考えた新しい燃料のレシピが無駄になっちゃう。なんて、新しいレシピ？お、言ってなかったっけ？前回の試運転からずっと私もアイアンタスクの燃費について考えてたんだよ。燃料の問題なら燃料で解決する方が早いと思ったからね。今朝新しいレシピをアイアンタスクで試したんだけど。けど？まあまあって感じ。前のエンジンより 10% くらい燃費が悪くなったし、ちょっとだけいいやつをブレンドしちゃったからコストもその分上がっちゃうけど、アイアンタスクが最高のパフォーマンスを発揮してくれるならパイパーはきっと賛成してくれるでしょ。そうだな。これでアイアンタスクの燃費問題は解決だぜ。わかってるって。今すぐがっつり試乗したいよね。試作の燃料なら多分タンク満タンくらいはあるから。給油してくるね。ちょっと待ってて。本当に不思議なやつだぜ。日常に戻るってエンディングがいいのはさ、多分そこに友達がいるからかもな。バーに一晩で大金持ちになってさ、人生が変わっても一人ぼっちじゃやだもんな。こういうのも悪くないかも。はぁ、
いやいや、やっぱ一晩で大金持ちになりたい。すごくよくわかるよ。一度でいいから人生を変えるくらいの合法的な臨時収入が欲しい。だろう？あんたなら分かってくれると思ってたぜ。でも幸運の女神はさ、あたしたちみみっちいリアリストよりバーニスみたいな純粋なやつの方が好きかもな。燃料満タン、いけアイアンタスク。んじゃ、あたしたちはそろそろ行くけど、そっちもいいとこで帰れよ。安心しなって、またバーニスがフォローにご老人を助けに行くとか言い出したら必ずあんたを呼ぶぜ。